きのこんにちは。きのこ大好き芸人くらどめたけです。よろしくお願いします。たけ、今日は公園で見つけれるきのこについてお話ししていきたいと思います。きのこチャンネル。私ですね、都会に住んでるんですけれども、それでも結構なきのこに出会うことができます。お家の近くの公園に生えてたノウタケというキノコ、サイズはですね結構このぐらいの大きめのキノコなので、山じゃないところでこのぐらいのサイズのキノコを見つけれたらですね、テンションはすごい上がります。ぜひね、探してみてください。公園といえばですね、折れた木の枝ですとかそういうものがあると思うんですが、その木の枝、木の切り株などを見ていただくと、このように河原竹というキノコが結構生えていることがあります。これは一年中生えているキノコなので、すごい見つけやすいキノコです。他にもこのように木の枝に末広竹というキノコが生えているのもよく見かけます。都会の公園といえば桜の木が多いんですかね。桜の木の上の方を見上げていただくと、末広竹ですとか、河原竹のようなキノコが見つかることもあります。で、桜の木の根元付近を見ていただくと、ちょっと写真はないんですが、コフキサルノコシカケというキノコが結構生えていることがあります。公園でこのような切られた木を見ることって結構あると思うんですけれども、この切り株にですね、見てください、わさっとキノコが生えていることもめっちゃあるんです。これはウスヒラタケというキノコなんですけれども、冬場にエノキが生えていたりですとか、あとはですね、キクラゲ、アラゲキクラゲというキノコが生えていることも結構あります。こんなね、キノコ見つけたらむっちゃテンション上がりますよね。こちらはツノマタタケという可愛らしいちっちゃいキノコなんですが、公園のこのように古いベンチなどによく生えているキノコなんです。もしお近くの公園に古いベンチ、そういえばあるなーっていう方は探してみてください。可愛らしいキノコに出会える可能性があります。あとですね、公園といえば草むらがすごくあると思うんですが、この草むらよく見てください。ここにキノコがあります。こちらキツネの松明というキノコです。このキノコはですね、この傘の部分がグレバなので、臭いキノコなんですけれども、私が見つけたのはちょうど去年の今頃の時期ですね。大通り沿いの草むらに生えていました。本当にね、山まで行かなくても身近なところにキノコってあるんですよ。これからの時期ですね、もうちょっと気温が上がってくると、よく公園、広場などで見かけるキノコ、大城カラカサタケというキノコ、これはですね、うちの家の周辺に 1,2,3,4,5、 写真では5個だけですけれども、この近くにも10個ぐらい生えている場所があったりですとか、結構生えてる大型のキノコです。こちらも大城カラカサタケというキノコですね。特徴は傘の模様と写ってないんですが、ひだがほんのり緑色なので、大城カラカサタケ見つけた方はぜひ鏡でひだを覗いてみてください。で、都会のキノコのいいところですね、
このように写真で撮ると背景にビルが映るので、山でキノコの写真を撮るのとはまた違ったキノコの写真が撮れます。このようにですね、都会でも結構な種類のキノコが生えているんです。ちなみにこれはコンクリートの隙間から生えていたキノコです。コンクリートの隙間から生えている雑草を見るより個人的にはなんか頑張ろうっていう気になりますね。なので皆さん、ちょっとこの時期ですね、遠出できないので近く散歩している方はぜひ目線を少し下にしていただいてキノコ探してみてください。では今日の動画はこの辺で。ありがとりふです。またんごー。